陸上日本学生対抗選手権第1日、19日、神奈川、ウバンケとどろきスタジアム by 富士通女子1万メートル決勝が行われ、小川春香、立大2年、が33分4秒54、記録は速報値、で優勝した。同種目日本歴代3位で日本学生記録、30分45秒21、おもつ不和聖羅、不セイラ拓大4年、 は33分12秒79で7位だった。不和は拓大一年時の20112月に1万メートルで日本歴代2位、当時、U20、20歳未満、日本記録、日本学生記録の30分45秒21の好タイムをマーク。一躍日本トップレベルの選手となったが、翌年以降は故障に苦しんだ。二年時の日本学生対抗選手権1万メートル優勝。 全日本大学女子駅伝極区間賞を除くと大きな実績を残すことはできなかった。この日、不和はスタート直後に戦闘に立つと、8100メートルまで戦闘を走り続け、結果以上の存在感を発揮。復活への道を走っていることを示した。